こんにちは、しゅうです。今回は新しく出たセイナ使っていこうかなと思います。変身キャラだね。変身後のリーダースキルが火水回復 HP1.5倍、攻撃7倍、火水同時攻撃、半減攻撃3倍にコンボ加算。結構ね、炭治郎と割と比べられるケースが多い気がする。炭治郎が2倍軽減かな、でこっちが 1.5 倍半減かな。で確か 1.5 倍半減の方がね、受けれるそのあれがでかかった気がするんだよね。でこれ顔面がすごい良くて、スキルが敵の防御ゼロにするんだよ、この右の顔面で。回復の泥鏡もあるんだよね。なんでこういう場面でも、まあ、回復の泥鏡やっていけば全然いけちゃうんだよね。なんで意外とこの私顔面ってネタワークでしか使ったことなかったんだけど、結構ガチ性能だね、この画面。ほら回復力異常でしょ。で今シマ使って受け切れてもいいなと思ったんだけど、色あったんでこれでいきます。でこれ次欠損してるじゃないですか。でここでシマの方がいいね。だから初ターン目シマよりここでシマ打ちます。ここでシマ打ってネズコ使います。ネズコ打って、でここから変身できる。一旦そう待たないといけないんだよね。さあここね、色あったら攻めに来たんだけど、今落ちやすいゾーンがあるんですよ。なんでこれでいい。あ、で、継承こんな感じだね。いや、レイラン武器、マジ、強いね。いや、これ、フレンドいなくて出してもらったんだよね。いや、マジありがたい、出してくれた人。これ、ワンチャン火の落ち込んきます。いや、いいね、素敵。まあ、これ、今、火の落ち込んこなくても、激減使ってるんで耐えれたはず。で、ここのね、敵がすごい硬いんだよね。なんで、ガードブレイク割と欲しいんですけど、ガードブレイク入れる枠がなくて、さっきも言ったけど、この防御ゼロにしてくれる子。これがすげえありがたいなと思って。オッケー。これ全体例の、で、こっからね、2ターン、そう、この2ターンで使えちゃうんだよね。リダフレだとループできちゃうんだもん。まあ、それも炭治郎と比べられるゆえんかもね。いや、すごいね。全然痛くない。ちなみにこれ、孫権もね、孫権の初撃っていうの。最初のファーストタッチってすごいでかいんだよね。なんだけど、それも受け切れる。多分。受け切れなかったらごめんなさい。さあいいよ、めちゃめちゃ順調。まあ、1回はねいけるからね。さあこっからだね。これ結構何回もやんないとね、魂さないと分かる。で色もいいんだよね、このドット知らぬ舞ちゃんだね。ただこれね、貴族生の子だと割と火力でゴリ押せた気がする。だね、ここ以外にも硬い敵がいるんだよ。何秒パズルだ。あ、6秒か。そう、この子ね、変身後が指延長プラスだから指実質4つ持ちなんだよね。だからそれも強いなと思って、いや、私、炭治郎よりこっちの方強いんじゃないかなっていうのは、ちょっと、クリアした後に言います。ちょ、クリアは最後までいきます。いや、クリアでもね、私、する気でいるからね。いや、いいね。しかもこれがね、10ターンで帰ってくるんだよね。なんで、OK。あ、これ、あ、でもこれがあれか。あ、こういう時いいね。色変えられてもこう出せるんだもんね。いや、それ熱いわ。はい。はいはい。で、この回復のあれね、4つ消しね、まあ、してないんだけど、4つ消しで、いや、回復やばい時もいけるし、指奪われても6秒あって、割とまあパズルできるっていう、結構普通に勝てちゃうんじゃないかな。ちなみに炭治郎でも、安定までは私のパーティーだっていかなかったけど、全然勝ってあっちゃったんだよね。まあ、なんで、まあ、炭治郎で勝てたから、この子でもう勝てたら、まあ別にどっちでも勝ってるから、あれなんだけど、みたいなとこあるけど、で、ここも、基本的に、私スキルため、なんか使うのは渋ってるね。どんどん使ってった方がいいのかな。今、火の5個あったから、使わなかったんだけど、どっちの方がいいんだろう。でも今、火使えば、5-3で組めたよね。あ、でもすごいわ。火力も水属性全然いけちゃうわ。あ、グレオン知らない間に変身できんじゃん。言ってよ。グレオンが、火属性3倍か。使っちゃおうか。グレオン使って、これ使って、で、全体にします。そう、グレンもね、マジ強い。これ、回復消そうか。オッケー。あー、ちょ、ミスちゃったな。グレンがね、確かね、指の上書きしてくれんのかな。で、このパーティーのね、唯一あんま良くないの点っていうのが、あれだね。その、わ、これどうしようかな。ここ、これ使って、とりあえず半減貼ります。半減貼って、これ知らぬ今溜まってないな。そこがあんま良くないな。とりあえず半減だけ貼ります。どうしよう。攻撃の、あれ減少された時に、上げれるモンスターがいないんだよね。上書きみたいな。これどうしようかな。
一応シバで対応できるよね。色あるね、色あるんでこう決めます。おーすげえ、これ木だから持ってったのかな。なんか火力でいけちゃうのかな。ごめんね、私もこのパーティー使うの初めてだから。いやこれね、私自分で言うのもなんだけど、私のパーティーでね勝てるときってね、基本的にねそのパーティーが強いんだよ。これどういうことかっていうと、ちょっと前だと私フェルル使ったんだよ。その来て初日に速攻動画撮ったんだよね。で私の初日に撮る動画って、私はすごい考えてるんだけど、すごい考えてんだけど、結構ガバガバな時が多いんだよね、編成のあれが。だから私のそのガバガバな編成でもう初日で普通に勝てるってことは、すごいめっちゃ編成上手い人が、なんて言うんだろう、練ったパーティーだと本当に強いんだよね。だから私もこれ結構初日に今来たばっかりなんでね、来て1時間2時間で動画撮ってんだけど、これで勝てるってことは、多分より洗練された人が多分もっといいパーティーでやると思うんだよね。そうなった場合めっちゃ強いと思う。だから私が今これ勝てるとめちゃめちゃポテンシャルがあると。いや私も頑張って編成頑張ってんだけど、やっぱどうしても私の編成ガバガバな部分があるんだよね。 OK、 私もコメントで言われるもんね、編成下手だなみたいな、たまに。これまあ耐えれるね。まずこうします、火処理します、開口しいな。 OK、 マッスルファイト OK、 ここでねずこちゃん使って、うん、あ、で、これ回復も出せるんだもんね。うわ、マジ強いな。今、四つ消しのエフェクトなくて、あ、で、ここ芝忘れるとこだった。やばいなと思ってたんだけど。いきます。なんかスキルもったいぶってるすぎかな。なんか継承溜まっちゃいそう、私。いや、これ全体にした方がいいかな。はい。あ、指も長くなってんだ。はい。OK、いいんじゃないかな、こんなんで。全体にして、グレオンにね、レイラン溜まっちゃいそう。グレオンが、指上げて、あ、でも見て、継承のレイランも指上げてくれる。だから意外とグレオンにレイラン継承っていいんだね。あ、でも強いわ。やっぱ受けれるダメージのあれが強いところがいいよね。受けきれる、なんていうの、許容量みたいな、よくわかんないけど。だから、なんだろう。ダンジョンが、危ねえ危ねえ、このおじさん。ダンジョンが、難しくなればなるほど敵のダメージって多分でかくなると思うんだよね。そうなってくると炭治郎よりこっちの方が強いんじゃないか説は私思っちゃうけどね。やっぱ受けれるダメージのあれがでかい。いや、もちろん炭治郎も攻撃のエンハンスとか上書きできてめちゃめちゃ強いんだけど、まあ、使い分けになるのかな、ダンジョンの。 OK、 これリダちゃん来るね。誰それによるな。芝はあり、芝はあり。これグレオンは使わない方がいいかな。芝のリーダースキルが火の2コンボ半減、火の2コンボ半減。ここちょっとでも対策ガバガバだよね、私のあるあるっていうか、私のパーティーのあれ上。これで多分顔面に入れ替えられると私詰みなんじゃないかな。あ、これも全体攻撃にしようか。 OK、 いいんじゃないかな。どっと知らねえ前のリーダースキルわかんないけど、おそらく多分弱いと思うんだよね。いいね。火の2セット入って、で、ここも次、耐えれるよね。OK、半減だからね。耐えます。で、これ使います。いや、使ってみて、グレオン温存できんのやばいね。すごいな。今日の喋りが全部提供みたいで、提供ベタ褒めする人みたいになってるんで、そういう人いるよね。なんか、いや、そう聞こえるだけなのかもしれない。だから提供になるとうさんくさく聞こえない。やばいね、これ、みたいな。すごいね、みたいな。これ使って、指延長、あー、でも浮気しなくてもよかったかな、別に。いや、これ回復出してくれんのマジでかいわ。炭治郎出さないもんね、回復。まあ、炭治郎には炭治郎の良さがすごいあるんだけど、OK。こうします。2ターンだったからね、指奪われんの。でも、いやでも使っても別に良かったかな。そんなに、変わんなかった気がする。OK。おー、すげえ。ペンギン倒せない。ここ確かね、ロックしてくる敵がボスのジルレガートくらいかな。なんで、ロックされると結構ピンチだね。で、ここもいいね。いや、マジこの顔面の4つ消しが熱すぎる。
これ一応でも回復倍率かかってるんでしたっけ。ああ、これ全体攻撃しにしたい。こうして。闇組みたいな、これ。オッケー、いいんじゃないかな、これで。さあ、ペンギンも倒して。で、どうしようかな。ここのね、左から2番目のでかい闇忍者が硬いんだよね。ここを倒せると熱いんだけど、まあ別にドット知らない前いるから、あれはできちゃうんだよね。その防御ゼロにして倒すみたいな。とりあえず、これ使って、無効貫通やってみようか。まだ無効貫通やってなかったよね。まあ回復したいけど結構遠いな、回復。どうしよう。無理やりゴリ押しで持ってきても足りるかな。13秒あれば、多分無理やりゴリ押しで持ってきても足りるな。はい。どうでしょう。さあ、真ん中、じゃあ、左から2番目の闇のあれ、倒せると結構いい。あー、防御ゼロワンチャいらないかな。グレオン使っちゃおうか。で、無効貫通。あ、そうか。これ確定で使わないとダメなんだね。グレオン使うと。あれだから。で、このパーティー多分ね、泥鏡にも結構火力が操作されるんだよね。だから、これ無効貫通に泥鏡を含んどいた方がいいのかな。あんま関係ないのかな。わかんないけど、これでいきます。あー、ミスった。ここ指祝いしてくる敵がいるんですよ。なんで、ここでグレオンだったね。ごめんなさい。指祝いしてくる敵いたはず。で、普通に倒しちゃうかな。これ使って、あ、いいね。お邪魔消してくれた。うわ、マジ強いわ。いや、今んとこ炭治郎らしい。使いやすいけどね。はい。OK、いいんじゃないかな。ガネーシャやめて、ガネーシャやめて。うわ、熱っ。ここは私見たかったんだよね。ここ、衝撃がね、50万ぐらい飛ばしてくるの。で、それが耐えれたはず。シューペディアによると。え、これ見たかった、私。初めてぐらい計算してきたもんね。無効貫通遠すぎ、遠すぎ。どうかな？いや、耐えれたはず。あの、後半であれ見せます、継承とか。うわ、削りすぎ！うお強い！マジで強い！待って、これ、私半分切ったら行動わかんないな。何してくんだろう。ちょ、ごめんなさい。ちょ、わかんないです。わかんないんで、これちょっとビビりのこれします。削りすぎ。四つ消しのエフェクト入れてるもんね。OK。こうします。OK、OK。これ半分切ってもいいんですかね。で、ここは切ってんだよね。この 90% あれ切れるタイミングで。無効貫通して変なライン行くと怖いな。あー、でもどうしよう。無効貫通。しよう。無効貫通します。OK。これワンチャン倒せる？あ、いいね。あー、で、ここきついな、攻撃下げられんの。いやー、いけるね。あ、これちょっとダメだな。そうか、ここ炭治郎かな。どうしよう、ここちょっとあれだね。だいぶ欠陥だね。ドットります。うわ、ここどうしよう。これグレオンのとこ炭治郎でもいいかもしんないな。これ攻撃力今失ってるんだよね。ただ火力でゴリ押していけると思うんで行くんだけど。いやー、ここ、マジでこれ多分ね、しばらくしたらすごい完成されたパーティーが、Twitter か YouTube 上に上がってくると思うんだよね。うわ、これどうしようかな、今んとこ。これはいけると思う。攻撃力失ってんのか。多分これ次耐久できちゃうんだよね。次のここのフロアで。ここでちょっと、まあ、でも全然耐久って方法もあんのかな。ここでちょっと耐久します。これ使って一回ダメージ量とか見ようか。
こんなんでいいんじゃない。とりあえず2コンボで半減だけ貼っといてね。半減だけ貼っといて、どれぐらいかな。あーでも普通にいけそうだね、これぐらいなら。これ使ってもう適当でいいんじゃないかな。回復の4つ消しだけして回復しといて、火残しても、すごい、マロをやるパーティーとは思えない パズルね。オッケー、これで多分半分切るな。いいね、火もいい感じの量。オッケー、でも半分してきたら何してくるんですか。あ、攻撃力か。あー全然いい全然いい全然いい。あー全然良くない、それは全然良くない、全然良くないけど、多分顔面いるから多分いけるんじゃないかな。パズドラってなんかいつどのキャラが輝くか分かんないよね。で、火も温存しなくていいか、ちょっと怖いんで、ここで、格好つけるのよくない。はい。追撃も組まなくていいもんね。で、ここどうしようかな、次。悩むな、ここ変に削っていきたくない。私、ここの調整超下手なんだよね。一回普通に殴ってみます。いや、グレオンをこの、継承溜まるっていうのが私信じられないわ。多分さすがにいかないよね。無効貫通も組まなければ。ちょっとヘッポコンボでいきます。もうこんなんでいいんじゃない？こんなんでいいと思う。火2セットは入れない。ちょっとビビります。私ここの調整マジ下手なんだよね。びっくりするぐらい下手。どう？あー、なるほど。で、みんなここだけはあれだわ。適当にコンボしない方がいいわ。なぜなら、ロック来る可能性があるんだよね。なんでここだけは、その、変換できなくても色を残しとく覚悟がいるかもしれない。いいんじゃない、こんなんで。で、次で無効貫通いこうかな。もしマジここ下手だから何回も言うけど。オッケー、色あるね。さあ、いい感じ。あ、でも減少させられたら無理だ。あ、来た、ロック。そう、これ来るときついね。だから色は、いや、これでも、いや、ダメか。炭治郎の、だからここ HP 満タンならね、パーティーによったら受け切れるんだよね。ただこのパーティーだと受け切れないね。炭治郎全パラ2倍だからね。ん？ HP 2倍だからね。リーダースキル忘れちゃった。こんなんでいいかな。火を望んで。そうだね。ロック来るときついね。一応、今回のこのガチャで一旦でロック解除できる子なんだっけ？王毅でしたっけ？いるんだけど。オッケー、来た。ここでいこうかな。指何秒？ 9、 あ、でも9秒もあるのか。9秒あれば組めそうな気がすんな。これ使って、グレオンで操作延長しようかなと思ったら、芝使って、いきます。オッケー、いい、すごい。いいいいいい。で、ここでダメージ飛んできます。ねずこ使います。で、攻撃力減ってんだもんね。なんで、ここは攻めないでいこうか。なんか攻撃しないんだ。私、右の柱ターゲットにしてるからだ。いや、関係ないかな。オッケー、ここで行こうかな。今、水なくて、これロックされたら負けてました。完全に負けてた。これはもう敗北。いや、これ安定させんな。ロック解除だね。何回も言うけど、すごい編成出てきそうだな。どうしよう、これ。グレオン使っちゃおうか。グレオン使って、OK。で、これで水、待って、水、あぶね、水出ない確率あったね、今。ロック解除していきたいな。どうしよう、これ。ロック解除分の色あるかな？全然見ないでやっちゃったんだけど。あ、ないか。こう、ロック解除できれば理想だったな。はい。まあ、これは多分いったと思う。OK。で、ターゲットも何もやってないもんね。真ん中ターゲットして、これ2回倒すからね。あと、もう1回倒さないといけない。いけ。あぶねえ！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 倒せないの？え、向こう、え、なんで、あ、泥鏡か。え、違うかな？え、これもしかしてリミットバーストないのかな？一段目のあれ。わかんないな。
さあ、こっからはガンガン殴ってきます。こっからはガンガン殴ってく。めっちゃ攻撃力下げられるんだよね、さっきから。こんなに攻撃力下げてきたっけ。これ一回無効貫通やってみようか。攻撃力下げられた状態で。こういきます。はい、はい。これ泥鏡どれぐらいあるかな。うわー、これ色はギリギリあるか。できれば四つ消ししときたいね。オッケー。あ、水ちょっと残しときたいね。でも芝が溜まるんだよね。芝が溜まってるから、最悪欠損しても激減で耐えきれる。どれぐらいだ今。あ、でも結構削る攻撃力減少してる割に。半減だもんね。だから、2倍通るってことだもんね、本来だと。こんな感じでちょくちょく削ってってんだよね。オッケー、攻撃力減少来なかった。ここだね。さっきちょっと残ったよね、これ。いや、でもいけるんじゃないかな、さすがに。どうしよう。レイラン使った方がいいかな。1,2,3,4,5,6,7 だから、レイラン使って、色来て。いや、これドットルはドットります。いや、こっちの方がいいね、選択肢として。これ使って、で、芝使って。さすがにいけるんじゃないかな。でもさっきほんとミリ残ったよね。あれ、1ターン目の行動の、あれなのかな？絶対、リミットバースト来ないのかな？わかんないけど、OK。まあ、さすがにいける。いや、でも、無効貫通持ちが意外と少ないのかな？もしかして、このパーティー。どうなんだろう。あ、でも、リーダー持ってんの？なら言ってほしいわ。リーダー2つ持ち。OK。いけるでしょ、さすがに。よし！いや、ジルレガート強いよね。はい、あの、ジルレガート。こっちじゃないんだよな。ちなみに継承はね、ほとんど遅延だね。リーダーに遅延6のレイラン武器。で、グレオンが疑惑だった。あんまり使わなかった、正直。継承溜まるぐらい使わなかったから、ここ変えるのありだね。で、グレオンに遅延6、レイラン武器。で、芝に、煉獄杏寿郎の武器だね。で、毒打ってくんな。そう、唯一こいつだけ毒打ってくんなだね。で、禰豆子に天小泉。で、この子に、遅延4。で、このね、水耐性多分いらないと思う。いらなくても受けきれると思う。で、フレンド多い一緒だね、これ。全く同じのを出してもらった。こんな感じだね。で、耐性が、毒はね、100% なんだけど、お邪魔と、暗闇なしだね、0%。はい、バイバイ。